こんにちは、トイズガオーです。はい、アニマギア第4弾、完成しましてね。今、個別で組み立て、そして変形合体とかね、そういった動画を出しておりますが、今回はね、ちょっとそのまとめとか感想とかをね、やってみたいと思います。まずね、一個ずつちょっと見ていきたいと思いますが、はい、まずガレオストライカー、ツバイですね。Z と書いてツバイ。まあ、ガレオストライカーはね、1弾の方で、ありましたけども、まあ、今回はこちら変形して人型になりますね。まあ、個別のね動画でもやりましたが、まあ、1段の方のねガレオストライカーでも人型に変形させてですね、で、まあ、首のところがこういうジョイントがないので、首のとこだけ、抜いて両面テープでつけて、このようにね前を向かせるようにしたんですけども、その点を除けば、同じ変形が1段の方でもできるということが分かりましたね。はい、このように人型に変形させてですね、最後にこの縦紙を取り外して、今回はね、左右このアーマーが非対称なんですね。この右腕がね、ガトリング砲みたいな感じになっていまして、まあ、前の爪はね、同じなんですけども、このアーマー部分が違うので、まあ、右手だけね、ちょっと強いような感じがしますね。で、そこに、この縦紙なんですけども、ここに取り付けると、クローとなりますね。はい、これでさらにかっこよくなります。はい、まあ、ライオン型がね人型のロボに変形すると、だいたいこう胸にライオンの顔がついて、人型の方の顔はまた別でねできたりしますけども、まあ、今回はこのライオンの頭がそのまま頭部となってねいるので、まあ、僕としてはね胸のライオンっていうのをねちょっとやってみたいので、まあ、それをやるときは、まあ、別でね組んで、まあ、全合体みたいなことをするときにやってみたいなと思いますね。はい、続いて2番のデミナーガス。はい、これは蛇型という風にねされてますが、まあ見た感じはねコブラですね。はい、このように伸ばすとかなり長くなりますね。はい、こんなに長いですね。そしてこれがこの上のとこだけ変形してデミヒューマンモードになりますね。はい、このようにデミヒューマンモードというモードになりますね。はい、顔はナイトがね、被っているヘルメットのような感じですね。そして槍を持たせることができます。はい、これかっこいいですね。今までになかった感じですけども。はい。そして、3番、バースゲーター。はい、こちらはワニ型のアニマギアで、ここがね、口がガバッと開いて、この中のところにビームを発射しそうな部分がありますね。はい、このままでも十分ね、かっこいいんですけども。これは体が変形するものではなくて、バックパックが開いてキャノン砲になりますね。はい、これで変形完了ですね。この両側のパネルでエネルギーを吸収して、この口の方にエネルギーを送って、まあ、ゾイドとかでいうところのね、家電粒子砲みたいなものを発射してですね。で、こう、両側のキャノンからレーザーをさらに発射できるといった感じでしょうかね。えげつないほどのパワーを発揮しそうですね。はい、そして4番、5番ね、これ一緒に見ますけども、シュバルツフォースとバイスフォース。まあ、兄弟のアニマギアですね。今、ニックガールとボーンフレームがね、全く逆の白、黒、黒、白という風にね、なっておりまして、肩についているこのパーツが、左右逆にね、なっておりまして、このアックスを持つ手も、こっちは右、こっちは左手にね、持っております。はい。そしてこれが合体してですね、ユニコーンライギアスになります。はい、このように合体してユニコーンライギアスが完成します。はい、これはね結構手順が若干多いのでね、このように、まあ、最初にバラバラにするパーツがいろいろあって、で余剰パーツもねこのように結構出るんで割と面倒くさいかもしれないですけど、まあ僕もうこの工程をねもう何十回とやってですね、もう慣れましたなのでこれをね、この
まあ、これシュバルツフォースでバイスフォースですけども、これを逆にしてですね、バイスフォースシュバルツフォースにして合体させるとですね、この辺が白くなって、で後ろがね黒くなるっていうね、まあ、逆パターンのユニコーンライギアスもできたりします。はい、そしてこれはですね、まあ、パーツがもう全く同じものを使っているので、まあ、どんなパターンにもねできるので、これがシュバルツフォース、バイスフォース各2セットあれば、まあ真っ白なものができたり真っ黒なものができるんですけども、なので僕はちょっとねもう1個もう1セット買いまして、バイスフォース、シュバルツフォースをもう1箱ずつ買ってですね、まあ、ボンフレームとニックカールがね、まあ共通で色違いになっているので、このような真っ白と真っ黒のものができたりとかね、こういうことができます。なのでこれもう一個ずつこれができるので、真っ白の部分と真っ黒の部分をね取り分けてですね、真っ黒のユニコーン、真っ白のユニコーンとかもねできたりしますね。はい、とても遊びの幅がありますね。あ、ちなみにこれね、こちらのね買うよりも後に買ったんですけども、両方とも100円引きでセールで売ってました。はい、お得に買えてよかったですね。はい、そしてこのアックスですけども、収納したいときはここのね肩のジョイントにつけるということもできます。もう若干ねアーマンのようなことにもできますね。はい、とてもこれはね遊びごたえというか、いろんなパターンにできますね。はい、ということで今回はアニマギア第4弾の、組み立てた感想と、まとめをやってみました。まあ、アニマギアもね、こう、段を回すごとに進化しているのでね、新しいのが出れば、その時点で最高のものができるということでね、こう、現時点でこの最高の、組み上がった時の素晴らしさと、あとギミックのね、素晴らしさも、今回、堪能できたんじゃないかなと思いますね。まあ、新しい点としては、この、まあ、ガレオストライカーが、リニューアルされてね、で、人型に変形と。で、この新しいデミヒューマンモードっていうね、面白い変形がありますね。そしてこのバックパックが兵器に変形してですね、このバスターモードみたいな形になるというね、もう男心、中二病心ね、くすぐるものですね。そしてこの合体ですね。はい、これ、まあ、2体での合体というのはこのアニマギアでは初めてですね。まあ別々にね、買ったものを合体させるっていうのはね、そういう構想は今までにもね、こうあったんですけども、公式でのこの別々のものを合体させて、また別の、さらにユニコーンというね、このかっこいいモードになるっていうのは、とても素晴らしいんじゃないかと思いますね。またこの全部を合体させて、でかいね、一つのロボを組み上げたいとこなんですけども、ちょっと今回時間が、かかってしまったのでね、また機会があれば、やってみたいと思いますね。まあ、毎回ちょっとその、全合体をねしてみたいなって思うんですけども、かなりこれ時間がかかってしまうので、まあ言い訳になっちゃいますけどもね、まあちょっとどうしても時間がないので、今回もねちょっとその辺は省きたいと思います。まあでもその時の一番最高のものが集まっているのでね、それを全部合体させればとてもすごいものが完成しそうな気がしますね。はい、ちょっと僕はやってみたかったので、まあ今やらないですけども、やってみたかったのはね、このユニコーンのこの首のところがね、まあ、外れるので、これをね人型のものを乗っけてですね、ケンタウロスみたいなものをねやってみたかったなっていうのと、まあユニコーンなんで、まあ、馬ですね、馬にこう翼を授けてですね、ペガサスのような形にしたりとか、そういったものもできるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、あとはこのガレオストライカーのね頭、この部分を使って胸にライオンのあるねロボ、まあ、男のロマンですけども、まあそういったロボも作ってみたいなっていうのはありますね。まあ、あとはね、そのライオンじゃなくてもこのワニのね、この頭を胸につけてですね、それもまたバスターモードでね、とてもインパクトのあるロボができるんじゃないかと思いますが、まあその場合は頭の方をね、デミナーガスの頭にすると、割と邪悪感があってね、敵のロボみたいな感じになりそうですね。まあちょっといろいろね、イメージは頭の中であるんですけれども、すぐにはできないということで、今回はちょっと省きたいと思います。まあ10月にはね、また5弾が出て、またさらにね、6弾の情報もね、出てたりするんで、まあアニマギアはまたどん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 ね、続いていくと思われます。はい、最初の頃はね、ちょっと、このシリーズ本当に今後ね、続くのかどうかっていうね、心配があったんですけども、まあ出ていくごとに進化してるんでね、
また次の弾もね、期待したいと思います。はい。ということで、以上、トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。